支度部屋から出てきました。これうっすらと汗もにじんでいますかね。まあ、支度部屋ではかなり高中です。さあ間もなく入場受けたんですが、はい、そこからはあまり動きはなかったですね、うん、で少しだけ昨日と同じコメントですね。優勝争いは考えたくないんだと、うん、考えるのは入れないようにしてくるんではないかという話をしています。ここで制限時間いっぱいです。こっちのシーン勝てば幕の上時間です。ジョージア出身では初めての優勝、あおめでとうという館内の声、何かこの表情を見るとほっとした表情にも見えます。やりましたね。もう本人もあれじゃないですか、土俵下に入った時から、はい、もう何とも言えない気持ちでね、多分もう本当にもうなんかこの胃の中の胃液がねどんどん中上がってきそうな感じだったと思いますよ、先ほど言いませんでしたけどもね、はい、こっちのシーン落としたような表情、相当なプレッシャーはあったと想像できます。それを跳ねのける形で幕内最高優勝を手にしました。あ、今インタビュールームに向かってくれました。いや、もろ手突きから今日は松鳳山が行って突っ張り合い、まあ、松鳳山の立ち合いはね先手取りましたからね、はい、しかしながらそれにもう全くひるまず向かってきましたよ。そうでしたね、は左四つ、この右の突きも効いた、まあ、松鳳山のいなしもね、ついてきましたからね、はい、大坂さん、はい、敗れた松鳳山もですね、ほぼ作戦通りだったと、あ回り込んだ時にもう一回突き放せればなと悔しそうでしたね。そのあたりは同期生ということもありました。しかし松鳳山も精一杯やりました。いや、非常に攻防のある ね、取り組みでしたね、これね。